掲げすまん。これ以上女子を争ってはならぬ。何としても守りきるのだ。アニザの大使、我ら兄弟が支えよう。準備は良いか。解け当たり前だぜ。アニザ、宇宙は俺たちが守り抜いてやる。暴走は今すでに城内に入り込んでいるよ。敵を片付けましょうぞ。わかった。領内の安全を確保しよう。果たしてみせる。敵の要所をぶっ潰す。行くぞ。我が制裁を受けよ。お前危ない。よく気がついたな。よ、遠赤装置のもとへ向かおう。来やがれ。おいでこい。なんざひとひねりだ。なんという武勇。装置があるならばすぐ連れて行くか。なんて終わらせるぞ。何かを駆逐する。おお、アニザやりましたな。部屋の奇兵は全て倒したな。遠赤装置を起動させよう。敗走しました。ジョシュー少将が曹操軍の手に落ちた模様です。曹操軍は二手に分かれ進軍中。こちらへ向かっているとのこと。曹操軍追いてくれ。攻撃を狙っているのか。私も二人も負けてはおれんだ。なんだ貴様は。何をしに来た。変身あるのに。変身
と近道できねえだろ。さっさとどけろ。形勢逆転といこうか。まずは城と邪魔な装置両方を狙う。かけよろしく頼む。変身あるのに。敵は2つに分かり何か始める様子。兄者は欲得とともに西の太陽を頼みの本気は北の隊に向かうのだな。分かった。気をつけて当たろう。なんて終わらせん。あれ、そこってこれでいい。深く心が揺らいだか。気を沈めろ。これで勝ったと思うなよ。変身なのに。
ぶち取ったり、ベスワードに。おお、兄さん、やりましたな。わしが叩きのめしてやるぜ。もバカにはできないということかな。ジョシュを守ったとはいえ被害も甚大だ。早く復旧し民の平穏を取り戻さねば。